ベロニカ、何か言ってくれ。抜け出したの。ごめんなさい。その、帰られなくて。わかった。今どこだ？エレベーターに向かってる。私。ベロニカ、何があった？誰かいる。そんな。いやいやいや。ベロニカ！ここにいたな。女の無線だ。探せ。ボスの命令だ。急げ。女をやれ。早く。ディランと同じ感じになりそう。 GRE の職員はみんなワルツにやられてしまうんだろうか。ここ？ベロニカ、応答しろ。待ってろ、ベロニカ。今行く。君はどこだ？君はどこだ？ピンピンしてやがる。ベロニカ、外に逃げろ。うわ、一撃。またこのパターン。ふわー、来てる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 。どのくらいの速さで来るのこれ。ふわあの前傾姿勢だ。おう、ちょ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 、ベロニカ逃げるんだ。いやいや、渡すんだ。渡せ。え、UV が効くの？逃げろ、俺が食い止める。なぜこのキーがいる？ミヤに何をした？あれなガキだ。無駄だ、エイデン。キーを渡しやがる。うぅ、俺の妹はどうしてんだ？ちょ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 、ここに死んだよ。なんだと、殺しちゃう。効くわけないのね。うっ、やべ、微動だにしない。いやー、なんか両手から火花出てた今。声がやばいじゃん、もう。ボラタイルと同じ声してるよ。いるの？え？ちょ、どっちどっちどっち、ワルツの声なのこれ。いるのか、ボラテールがいるのか、ワルツの声なのか、どっち？お前のやば。声がおかしい。今のところ普通普通。いや、おかしいでしょ、声
来てる？ここまで来てるとか？いや、影は見えない。死ぬべきだったんだ。エイデン、しっかりして。大丈夫よ、耐えて。エイデン、大丈夫よ、エイデン、大丈夫よ。ベロニカ、なんてことだ。あいつ、俺に一体何をした。真実を示してやった。何だと。もう手遅れだ。とにかくしっかりして。ああ、気づいたのね。よかった。無茶はやめて。私に心配させるって相当だよ。ランは俺に近づくな。え、花束を期待してたわけじゃないけど、一言お礼があってもいいんじゃないの。あんたを瓦礫の下から掘り出してここまでおぶってきたんだから。君は分かってない。俺は何なの。俺はペロニカを殺した。え、殺したんだ。それだけじゃない。喧嘩してる。ベロニカの死体はボラタイルが八つ咲きにしたみたいだった。そんな、まさか。あれは俺がやった。昔病院で受けたワルツの実験が。データベースにミアの情報はなかった。だがワルツに投与された薬については俺に大きな影響を与えた。ワルツがミアは死んだって。ここから離れないと俺はみんなのことを危険にさらしてしまう。もしそれが嘘だったら、ミアが生きてたら。そうじゃなくても、エイデン、あんたはベロニカを殺してなんかいない。もう一度言う、あんたはやってない。もしこの変化がワルツのせいだとしたら、奴に解決させよう。分かった、手伝うから。どうやって。インヒビターを作ったのはワルツよ。だからその対処法も知ってるはず。
なんだ、行こう。きっと他の建物も崩れる。なんてこと。ブッチャーがこの11年にケリをつけたのよ。ワルツだ。きっかけは奴がキーを使ったことだ。一体どういうこと。ディランはワルツにキーを渡したくなかった。シティが危険になると知ってた。ワルツはキーをベロニカから奪い逃げた。どうやら別の使い道があるようだな。わかるよね。あいつを止めなきゃ。ウィリアムズも何としても。ラワン、転換のタイミングはコントロールできないんだ。今にも何か起こりそうな気がしたらすぐ UV ライトに当たればいいだけでしょ。エイデン、私だけじゃ止められない。分かった、奴らを追うぞ。やっとエイデンらしくなったわね。フランクがホアンとマットを連れて要塞へ。ブッチャーに会おうとしてるのよ。何？私と同じ反応ね。爆撃の後にウィリアムスから連絡が来たんだって。話がしたいって。フランクは気でも狂ったか。だからこそ私があのバカどもをカバーしないと。フィッシュアイに行って、あんたならまだフランクを止められるかも。もしダメでも私が近くにいる。エイデン、ベロニカのことは秘密よ。いいわね。あんたの仕業じゃないって分かってるけど、ジャックやピースキーパーは納得しないはずだからね。誰にも邪魔はさせない。もちろん。とんでもねえことになってしまった。ひどいな。フランク、フランク、フランク、聞こえるか。ミサイル落ちてたよ。マザースキル、クラウドランナー、アフターブースト、バッシュ、こっちだな。前進中にガードね。はい。で、飛ぶか。これどこ？ブッチャの思惑、あ、近場か。ブッチャの思惑がわからんよな。飛ぶぞ。ウィリアムズ、顔も知らない。で、フランクと、ホアンと、ジャックマット、トップ3が、会いに行く。ミサイルを止めてくれっていう感じなんのかな。いやー、止まるそれで。ウィリアムズの目的マジでわかんねえ。私にはうるさすぎて。大丈夫？頭痛がする。ノリノリじゃん。わかりませんね。他の人もそうなの。フランクの警告が聞こえてなかった。そうよね。ここは大丈夫だったんだね。いる？フランク。ごめん。怪我人はいないか。フィッシュアイには薬や食料の用意がある。無線で連絡するか、建物に旗を掲げてくれ。ナイトランナーは帰ってきた。おい、フランク。エイデン、無事だったか。フランク、要塞に行くなら俺もついてく。お前、よせ。座ってよく聞くんだ。お前は多くの人を救った。お前なしでは俺は警告なんてできなかったよ。だがついてくるのは賢明じゃない。これはワルツの話じゃないんだ。リスクが大きすぎるんだ。どういう意味だ。なあ、教えるが、ここだけの話だぞ。いいな。早く言え。またミサイル攻撃が始まる。ウィリアムズ曰くセントラルループのほとんどが破壊される。わかったか。それを止めないといかんでしょ。それは脅しか、ハッタリか。腰を据えて話さないとわからんだろう。罠だったら。エイデン、聞け。パンデミックが始まった時、ビレドーは GRE が隔離した20都市の一つだった。そのうちのいくつが今残ってると。ゼロだ。ここを除いて他は全部ウイルスで侵された時に爆破された。
ビレドーが助かったのは誰かが爆撃を止めたからだ。俺はそれがウィリアムズだと思ってる。まあでも軍の偉い人ではあるんだよね。向こうは向こうなりに何かそういう正義があったとでも言うの？俺はブッチャーもワルツも信じない。あんたについてく。万一のためにも援護があった方がいいしな。分かったよ。どうせ止めても効かんだろう。俺たちに同行しろ。だが冷静に俺の指示を聞け。いいな。エイデン、夢見てる？知らないのか？次の攻撃について。知らない。教えるつもりか？大佐とのことがうまくいくならその必要はない。できなかったらなら明日でここはおしまいだ。いずれにしろ今夜は楽しませてやりたい。保安を迎えに行こう。あいつはやってるはずだ。はいないのか？それとも遅刻か？マットは上だ。そこで待ってる。ニコラス。ああ、エイデン、無事でよかったよ。ああ、あんたもな。あんたがいなかったら今頃死んでた。ここにいるみんなもな。じゃあまたな。アイトール、あれ夢だよね。ホーコン、元気そう。同じポーズ。なんだっけ、名前、スティーブか。まずは会議。いた。マット、どうだ？まずいぞ、フランク。罠だったらどうする？町が焼き尽くされる前に奴を叩きのめすぞ。だからダメなんだ、このバカは。余計に状況を悪化させる。やめろ。ウィリアムズはミサイルの件を知ってた。止める方法も知ってるだろう。対話に応じてくれるということだし、ここはとびきりめかし込んで
隠吟にうやうやしく彼の島に向かおうじゃないか。さあ行くぞマット、やつのケツを切り上げてやる。いざ殺戮へ。そもそもミサイル撃ったのがウィリアムズなのっていう話じゃねえ。ワルツが毒、いやでもワルツはキー取りに来たもんね。やっぱ撃ったのはウィリアムズだよね。あと今キーない感じ、奪われちゃってるだけど、あ持ってるな。でも多分ストーリー的には今持ってないはずなんで、コンテナ開けられないんじゃない。あれ上だわ、あそこ。ちょっと待って、いけねえわ。つかめねえんだ俺、マジかい。レネゲイドと PK の間に起こってることはチェスだとステイルなんていうんだ。ステイルなんとか、いけ、いけないです、もう。そこね、ホアン。おい、ヘイデン。どうした、ずいぶん集まってるな。こりゃマットはしくじるぞ。かけたっていい、別の策は。アドリブでやる。あいつが動いたら。そんなに心配するな。他にできることは。フランク、やっぱりな。フランクを助けろ。なんでこんなことに。ちょっと、やっと、やっと、ちょちょっ強い強い。うっちー、え、レネゲードなのこれ。そう長くはいけない。した方がいいぞ。めちゃくちゃやばいよ動きとか。あんまり貸しな。そんなんじゃダメ。うわ強い。こんなにいると。うわ。車を止めろ。しっかりしろフランク。連中を追え。俺はフランクを見る。何があった。見ろ、レネゲイドに撃たれたんだ。どこにいた。エイデン。動くんじゃない。エイデン、トラックを追え。ブッチャーを見つけるんだ。うん、ちょっと待って、これもストーリーの分かれ道。あの車がレネゲイドのやつらの襲撃だったのか。てっきりあれに、スティーブの運転であれに乗ってブッチャのとこまで行くのかと思っちゃった一瞬。違った。置いてけない。毒屋だ、どうすることもできない。くそ、初めから罠だった。持ってけ、トラックに追跡装置が。奴らを逃がすな。約束してくれ。何があってもラワンを守ると。頼む。約束するよ。なんてこった。
薬草師のマーガレットなら。これを彼女に。ダメだ、トラックを逃がしたらフランク殺しで追及できない。フランクを助けたいんだろう。解毒剤を手に入れる。何言ってる、トラックを止めるんだ。エイデン、聞こえる？何が起きてるの？エイデン、フランクがレネゲードにやられた。毒やだ。具合は？大丈夫だ、薬草師に薬をもらってくる。私はブッチャーのところに行く。あの人殺しをぶっ殺してやる。ダメだ、ラワン、フランクのそばにいてやるんだ。でも私、ブッチャーとワルツは俺が、フランクは君だ。分かった、どっちも仕留めて。ミアとフランクのために。ミアとフランクのために。また助けてもらおう、マーガレット、頼む。レネゲードに毒で。落ち着いて、毒を見せて。どうだ。マーガレット、本当にレネゲードがこれを。ああ、なぜ聞く。エイデン、解毒剤は。まだだが。思ったより毒が強いの。フランクはもう持たない。解毒剤を頼む、早く。瓶を取って。緑の薬草が入ってる瓶よ。わかる？同じ匂い。レネゲードはクラーレを使う。無臭のこういう苦味のある香りがしないものを。何が必要なんだ。これはセークレットバイオレット。中和するにはある水草が必要よ。解毒に必要なのは全部で5つ。その辺の水中に生えてるわ。使う前に混ぜ合わせるのよ。水中に生えてる？しかも撃ったのはレネゲードじゃねえってことでしょ、これ。大変なことでしょそれは。誰だ撃ったの。5つ。あ、どこ。全然、これ？おお、1個。結構見つかんね。ちょっと上から見えたりする。あ、乗るとこね。どこにあるんだい。あった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 。2つ目。お、見た目毒々しいけどな。わ、車落ちてる。あと1個。ごめん、ちょっとね、大事な友人が今命の危機なんだよ。どうじゃ。
向こうかな。柵が落ちちゃってる。結構車落ちてんね。あったあったあった。行けばいいのか。フランクとか戻る。フランクの意識が入った。手に入れた。今行く。誰だマジで撃ったの。やっぱ。あと2分。まあ間に合いそうだ。上ね、運んだのね。レネゲイドっぽいけどレネゲイドではなかったから。キリアのんきだな。これは薬草師が妙なこと。なんて。レネゲイドはこんなとこを使わないって。今は使ってんでしょ。ウィリアムズが話したがってるのに殺すか。嘘だったのよ。私は要塞に行く。その傷じゃ無理だ。彼のそばにいてやってくれ。いいわ、ジャックの手を借りて。要塞への行き方を知ってる。エイデン、しくじらないでね。約束する。化学爆弾によって町全体が死ぬ。ジャック、要塞への行き方を知ってるらしいな。私は屋上に上がれ。高所の方がトラックからの信号を追いやすい。レネゲイドの運転手を買収した。お前のことは伝えてある。奴が要塞に連れて行ってくれるはずだ。誰がだ。ゆすって手なずけられるようなやつだ。すぐわかる。なぜ止めておかなかった。止めたが襲撃の後パニックを起こした。幸運にも通信機がある。信号が消える前に屋上に上がるんだ。これが PV で見たやつかな。多分スティーブでしょう。いけるか俺。そっちか。マット、信号だ。よし、追うんだエイデン。屋上から離れるな。見失うなよ。緊迫感がある。やばいやばいやばい。フランクを狙ったのは一体誰なんだろう。
結構行くな。弱消えそうだ。また信号が消えそうだ。屋上を移動しろ。あのトラックが要塞へ入るための唯一の手段なんだ。どこだ。あったあった。ちょっと、やべ、ちょっと余計なことしてもった。遮断機を、でもフランクを狙う第三者のあれがわからないね、全く。これか。いた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 。あ、入っちゃった。ジャック、やったぞ。トラックがビルに入った。よくやった。おそらくレネゲイドの隠れ家だ。スティーブという運転手を探して要塞に入れ。行くっきゃない。おっと、なるほど。